はい、7月4日ですね。こんな入りじゃないですよね。今夜明日のスケジュール確認し、今後の相場想定しつつ、明日買って明後日儲かる銘柄を勝手に予想する静かな明日はこれの会のコーナーです。今夜はですね、アメリカが独立記念日でお休みということで、ヨーロッパを無事通過してしまえばこっちのもんだっていう感じだと思っております。まあ多分大丈夫、そんなに大きなあれはないかなと思ってますんで、無事通過してくれればいいなというところであります。今朝は結構いろいろあったんですが、我々の注目は野村後継者、あと薬直樹、でしたが、まあなんせ柱は野村後継者でありますが、これは非常に良かったんじゃないかと思っております。明日が楽しみで仕方がない。見ましょう。何株買おうか迷ってですね、200株まず場中に仕込んで、いやここは勝負しようと思って400に増やしたところ、まあ元買えって話なんですけど、1000株ぐらいいけって話でもそんなお金ない。いきましょう。売上高314億8900万円で 42.3% 増収、信じらんないですよね。そんなに。営業利益25億8800万円、375.2% 増益。経営常26億5700万円、339.9% 増益。第一クォーターが前期すこぶる悪かったんでですね、こんな感じになるんですが、親会社株主に帰属する四半期純利益、最終利益のところは17億9900万円で 530.2% 増益。すこぶる良いと。もう、情報修正出してほしいぐらいの水準ですよね。まあまあ、下期もちろんわかんないですからね、あれですけど。という感じでした。決ね、進捗で見ていくと、まあ進捗的にはそこまでじゃないんですけどね、26億5700万円ですから、会社から引くと 28.2%。というところです。まあまあ、ね、昨年が悪かったんでこれは非常にいい数字になったんじゃないかなと思います。第一クォーターね、というところでありました。もう超期待しちゃう本当にというところでありました。買われた方は明日楽しみにしましょうね。 PTS、200円高ぐらいで、一応その4時の締めのところでは終わってましたん で夜どうなるかなっていうところですね。これは楽しみにしましょう。明日これでちょっと下がったらもうなんか何を信じたらいいか分かんない。明日週末、国内5月の家計調査8時半に発表、そして14時に景気動向指数の発表があります。海外は6月の雇用統計ですね、来週目の金曜日ですんでね、21時30分に発表です。決算発表、イオン系がいろいろ出てきます。イオンで注目はウェルシアでいいかなと思ってます。ウェルシア、サーラ、ネクステージ、サンエ、ジーフット、マックスバリュー九州、ヤクオド、フェリシモ、何でしたっけ、 F ブラザーズって、忘れました。メディア工房、マックスバリュー北海道、イオンファンタジー、マルゼン、オンワード。オンワードとか意外といいのかもしれないなっていうのはちょっと思ったりしてますけどね。あと、どこまで行ったっけ、オンワード。で、ワーキッタ、東勢、日本 BS 放送、ミニストップ、アークス、ベルク、アオキスーパー、マックスバリュー、西日本ということで、マックスバリューがこんなに上場してて意味があるのかっていうこともね、思うわけですけど。まあいいんですけど。ファーストブラザーズか。はい、ということで、注目ウェルシアです。今期2桁増益見通しということですか。まあなかなかの水準のところを見ているということでありますけれども、まああまり無理せず、ですかね、計算1。月次もそんなに悪くないと思っているんですが、ですかね、はい。第一クォーターはそんなに良くないので、毎年、そこまでの数字じゃなくても、まあ、諦めない。という感じですかね。そうですね、既存店客数 4.1%、まあ、数パーセントプラスで3ヶ月間来てますんでね、まあまあ期待していいところだと思っております。
な感じですね。あと、イオンファンタジー、もし、ウェルシアの方が株価的にはまあまあ、いい水準に来てるので、ちょっとやりにくいなとか、値段高いなってことであれば、イオンファンタジーの方もいいかなと思ってます。2桁増益見通しです、こちらもね。イオンの、アミューズメント施設、ゲームセンター部門の会社です。というところで、第1クォーターは結構難聴、こちらも難聴なところですが、あっちからゲーセン行こうかみたいな、そういうことがあってもおかしくないかな。まあ結構毎回決算のために期待を裏切ってくれる企業ですんで、そろそろ、これダメだなっていうところの見通しからですね、ポジティブサプライズ的な形、もしくはアク抜け感が出てくるかなというふうに期待しております。そんなところでした。では、チャートだけ確認しておきましょうね。野村後継者から。野村後継者36円だから1453円ですが、ちょっと PTS 出しちゃいましょうか。こんな感じです。これは楽しみじゃないです。1640円とかそんな感じで終わったんで。これが、だからちょっと戻りますけど、これが、現物。現物じゃないや。まあ、東証のマーケットの価格。で、これが、PTS の価格です。はい。では、久々にこういうちょっと大当たりかなと思ってますんで。ウェルシアがこんな感じです。まあ、でもそんな高くないか。買いやすいんです。年初来高値ではないですけど、ここは多分高いんで、あれですけど。まあまあ、やっと戻り始めたかなっていうところなので、それなりに、決算いいんじゃないかっていうことが株価に現れているのかもしれないですね。あとはイオンファンタジーにが、まあ低水準です。ちょっとここ数日上がり始めてきているっていうぐらいなんで、6日続伸ぐらいか。どうかな。今日そんなに上がってくれなくてよかったんだけどって感じですけどね。というイオンファンタジーでした。というところで、まだ今日珍しく早くて4時、5時前なんですよ。多分ちょっと明日の個別材料が、あ、もう出てたや。出てたので行きましょう。以上、明日の推奨銘柄でした。では、明日の個別材料見ていきましょう。まず、日本マクドナルド、6月の既存店売上高が発表になっています。前年同期比で 6.3% 増でした。5月が 3.1% 増でしたんで、もう順調に伸ばしてきているなという感じですね。なんかメニューは豊富になっていいですよね、またね。いろんな、ハンバーガー出てきてね、いいかなと思ってます。青旗。上期の業績発表した営業利益1億8300万円で、前年同期 70.8% 減でした。厳しい。続いて、USMH、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、第1クォーターの業績発表した営業利益15億500万円ということで、前年同期 50.8% 減益でした。厳しいですね。続いて、薬の青木大先生、19年5月期の業績発表でした。営業利益141億4700万円ということで、前期比 19.3% 増で着地しました。本決算ですね。やっぱり調子いいですね、薬の青木ね。やっぱりいいじゃないか。東勢、第3クォーターの業績発表でした。営業利益2900万円で着地、前年同期比 64.9% 減益でした。続いてが、マニー。分割発表してます。8月31日付で1対3の株式分割発表ですね。まあ株価高くなってきましたんでね。いい判断だと思います。続いて、イオンモール。あら、イオンモールいいかもしれないですね。第1クォーターの業績発表でした。営業利益が、151億3700万円ということで、前年同期 19.6% 増でした。山下ヘルスケアホールディングス、19年5月期の配当予想の修正です。24円と予想しておりましたが、40円に増配、増情報修正か、2円減配の予想だったんですが、14円増配になるということであります。これは反応しそうですね。共和コンサル、共和コンサルタンツ、上期の業績発表でした。営業利益が25億8800万円で、前年同期に上期の営業利益が2億8000万円で、前年同期、
情報修正なんですね。上期の業績予想の修正で営業利益が2億8000万円から3億9400万円で情報修正、前年同期比で 39.1% 増と見ておりましたが 96% 増となるということであります。まあ、商い今日もなかったんですけどねちゃんと反応してくれるんでしょうかというところです。では以上、明日の個別材料でした。マーケットの方を見ていきましょう。まだもうやってるか、ヨーロッパの時間ですかね。為替が今107円80銭台入ってきましたね、ドル円ね。入ってきておりまして、ヨーロッパ株価指数的には結構まちまちですかね。バルチック関連指数昨日 7% も上がったんですね。そりゃ買いは上がりますわね。イギリスはほぼ変わらずです今で、ドイツが 0.14% プラス、フランスが 0.06% マイナス、16時49分現在です。あとまちまち、ほんとまちまち、スイス、スペイン、ギリシャ、デンマークあたりがマイナス、あとはプラス、まあ、半々ぐらいな感じなんで、ちょっと今日やっぱ今夜はアメリカ休みなんで判断しづらいというか動きづらいっていうところあるんでしょうねというような感じになっております。まあ、このままなんか動かないなら動かないなりにそのまま落ち着いてくれればいいなっていう感じなんですけど、日経先物が 21,660円、日終わりだから10円安で終わになってというところであります。外貨、米株がね、結構指数的には高値更新とかっていうのを出してきてるんで、最高値更新になってきてるんで、日本株もそれなりにしっかりついていけるような環境整ってきたかなと。あと、為替ですね。ちょっとこう、緩和の姿勢をまだ、そのアメリカもヨーロッパも見せられるっていうところからすると、日本じゃどうするんだっていうところで、税率引き上げみたいなところがあって、じゃあ一方はそっち、財政政策はそっちで、ね、金融は緩和でとかっていう、ちょっとなんかどうすんのよって感じがありますけど、そんなところもあってちょっと円高ですね。なかなかもうちょっとこう踏み込んだ緩和姿勢は出せないので、ドル円まだ円高107円台とかになってます。結構製造業110円とかで見積もってるところ多いと思いますんで、このままいくとちょっとあれかなと、為替で誘んでちゃうかなっていうところは気になるところですよね。そんな感じです。で、結構昨日も言いましたけど、 SIR とかシステムソフト、その辺の情報通信のところが強いですんで、ちょっと個別でいくつか見ていきたいと思いますけど、私の大好きな CTC 今日高値更新なんですよ。で、あとなんだろうな、TIS 高値更新なんですね。この辺もうまるっと本当高値更新、野村総研とかもそうですし、 NTT データとかその辺の SIR 本当強いので、やっぱり、まあ、あの散々この辺が注目だ、そのね、 SIR 注目だっていうところはオフ会の時に散々言ったんですけど、その辺まだ半年経ってもまだいけるということなんで一安心です。そんなとこですね。今日珍しく早く撮れたこの後出なきゃいけないので、なのでちょっと配信、動画の収録自体は早いんですけど、アップするのはいつも通り遅くなっちゃうかもしれないんですけど、こんな感じです。あのセブンペイがですね、今話題のセブンペイ、私も登録してしまったんですよ。ただそのクレジットカードの登録とかまだしてないんで、なんとか多分その被害とかないと思うんですけど、危なかったです。うっかりクレジットカード登録しちゃうところで、被害額がもう約5500万円とかになってるらしいんで、やばいですよ、なかなかね。これ新規の登録も停止になってます。まあ、むしろもう会員登録もちょっと私はやめたいぐらいだと思ってるんですけど、ファミマのペイ、なんだっけ、ファミペイでしたっけ、あっちはどうなってるんですか、よくわかんないですけどね。セブンはやっぱりちょっとなんか、その、7個を使わずにポイントが貯まる制度を作ってほしいですよね。7個使わないもん。セブン
アンドアイのとこでしか使えないですじゃないですか。まあ、まあ、自販機とかでたまに使えますけど、持ち歩いてないですしね。うん、ほんと不便。っていう感じです。なんかそういうことで、まあ前もその全部スマホに登録したみたいな話多分したと思うんですけど、そう、アナコとかね、あと、そう、Tカードが意外と不便だったりとか、ね、そういうのはあるんですけど、うん、結局なんか、その本読むとかもそうですけど、スマホが意外とそんなに早くないっていう、立ち上げるまで時間かかるとか、どこにアプリ、このアプリ置いたっけとか、時間差か、探すのにかかる。結構整理してるんですけど、私もね、そのポイント系のあのフォルダとか、銀行系のフォルダとか、あとその決済用のフォルダとか分けてるんですけど、分けていてもやっぱりなんか時間かかるし、でそのポイントをそれで払って、でさらにそのアップルペイを使うとかになると二度手間、アプリで二度手間ってなかなかめんどくさいなとか思ったりとかするし、そんなになんか便利じゃないなって、まあ便利、まあ一個に収められるっていう意味では便利なんですけど、そんなに早くないなって思ってるんですよね。な、そのスマホとかパソコンとかでその本読むのかとかもそうだと思うんですよ。あの別に Kindle とかでもいいんですけど、意外と早くないし、探したいページなかなか探せないし、そういう意味だったら普通の雑誌とか本とか現物の方がパラパラパッとめくれて、見たいものすぐ見れるかなっていうのはちょっと思うんですよね。そこをどういうふうに今後こうやりやすく作れるかっていうのをすごく期待していますな。ペラペラペラみたいなのをささっとめくれるようなね、そういうこう何かいいアイデアがあると本当に楽になるなと思ったりしてますけど、ね、ということでありまして、長くなりましたんで終わりたいと思います。明日ね、週末ですね、頑張ります。ちょっと今日雨久々にバーッと降ったり止んだり忙しいですけどね、体調崩されませんように。あと、九州の方大丈夫でしょうか。天候等々十分気をつけてください。ということで、以上、静かですけど明日はこれを変えでした。